K. ナーンは、ソマリアのモガディッシオ出身のラッパー。現在は、カナダのトロントを拠点に活動している。ソマリアのモガディッシオで、アーティストの家庭に生まれる。ソマリア内戦の激化に伴い、NY に亡命する。カナダのトロントへ移住する。ここで、プロモーターのソウルガイと出会い、外部への露出が多くなる。また、同じく、アフリカ出身のミュージシャン。 ユッス・ウン・ドゥールのアルバムに参加し、キャリアを積む。デビューアルバムの、ザ・ダスティ・フット・フィロソファーをカナダでリリースし、同国の音楽賞、ジュノ・アワーズの最優秀ラップアルバムを獲得。ベッド・ヒップ・ホップ・アワーズに合わせて企画された、フリースタイルセッション、サイファーに、ナズ・バンビーラ・アメリカのラッパー勢に混じって参加した。ユニバーサル・ミュージック・ハイキューによる、アルバム、トルバドゥールで、 世界デビューする。アルバム、トルバドゥール収録の、ウェービンフラッグが2010年、FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会テーマ曲に選ばれる。EN、ウィキペディア系ナーンより、ありがとうございます。